はい、それではですね、今日の最後の話なんですけれども、この線形従属のための、十分条件という話をしたいと思います。教科書で言うと49ページからです。今ですね、政治連立方程式 x イコール0っていうのが、m が n より小さい、すなわち方程式の個数が変数の個数より小さいときに、無限個の、自明でない解を持つということが分かるんですけれども、これから次の結果が得られます。これが49ページですね、教科書49ページの定理2.5なんですけれども、ここでは k は対 k は実数か複素数の対とするんですが、で今ですね、この L 項の数ベクトルっていうのを考えていて、L 項ですね、成分が L 項の数ベクトルと考えていて、この A1 から AN っていう N 項のベクトルが、B1 から BM っていう M 項のベクトルの線形結合で表されているとします。で、この時にもしこの表されている方のこの N の個数がですね、表すのに使っている M の個数よりも大きければ、この表されている A1 から AN は線形従属だっていう性質なんですね。で、特にその L 項を数ベクトルの時に L プラス1個以上のベクトルを持ってくると、それらは常に線形従属だということも言えます。多分ここも大事だと思うので注意してください。L 項の数ベクトルの時に L プラス1個以上のベクトルを持ってくれば、それらは必ず線形従属になります。で、それがですね、なぜそういうことが言えるかっていうことなんですけれども、一応ポイントとしてはここですね。はい、今のポイントというのはこういうところです。で、証明は、ざっとちょっと、時間的に厳しいのですが、なるべく述べられる分述べますと、要はこの A1 から AN っていうベクトルをですね、この B1 から BM の線形結合で作って、これが線形従属かどうかっていうのを調べるってことは、この A1 から AN が線形独立かどうかってことを調べることになるわけですね。で、A1 から AN が線形独立になるかどうかっていうのを調べるにはどうすればいいかっていうと、じゃあこういう線形結合を作りますと。X1A1 プラス NN プラス XNAN イコール0っていう線形結合を作ったときに、この X1 から XN っていうこういう条件を満たす X1 から XN の0が、組が全部0に限られれば、この A1 から AN っていうのは線形独立だってことが言えるわけですね。逆に0以外の解を持てば、これは線形従属だっていうことになります。そこで、ちょっと面倒ですけれども、この A1 から AN をこの B1 から BM の線形結合で実際に表してみてですね、こんな形で表してみて、これを使ってその連立次方程式をバーッと作るんですね。ですので、ここでは x1a1 プラスどんどん xnan っていうふうにの考えてるんですけども、ここではその a1 から an っていうのはそれぞれこんなふうに、例えば acgi×bj の線形結合っていうふうに、この a1 とか a2 とか ana が表されるわけですね。で、それを展開するとこういう形の展開になります。今x1 とこの1行目はこれが a1 ですかね。x2×an、x2×a2 で、最後 xn×an っていうふうに表されてるんですけれども、で、これで展開した後で、逆に今度はこの縦にですね、和をうまく取ることができまして、で、これを取ると、こういう形の連立次方程式が得られるので、これを満たす x1 から xn の存在を調べます。ちょっと今日今時間がなくて早送りでいくので、ちょっと皆さん後でゆっくりこのスライドを見ながら、説明聞きながら、で、式を追っていってください。そうすると、解くべき連立一致方程式っていうのが、こういう形の、政治、の連立一致連立方程式に、なるんですけれども、その時に実はこの列の数よりもですね、行の数の方が小さくなりまして、そうすると自由度が、解の自由度が正の値になるので、自明でない解が出てくるということを言っています。自明でない解というのは、この x1 から xn が0000ではない解が出てくると言っています。
ということは元の問題に立ち返って考えると、その00000ではない線形結合組み合わせで、この線形結合が0ベクトルになるということは、A1 から AN は線形従属になりますよという証明の流れになっています。ここまででしょうか。それからあと最後ですね、一つの示されている性質としまして、この数ベクトル空間の規定の個数の一致性というのがあります。これはちょっと時間の都合で事実だけ述べますけれども、対応これ実数か複素数として、でこれ L 項の数ベクトルですね。 L 項の数ベクトルで、これ A1 から AN っていう N 個のベクトルから作った線形結合全体の集合をこの括弧の A1 から AN の K というふうに書きます。でこの時にもしその A1 から AN で作ったこの線まず A1 から AN が線形独立ですよ。それから B1 から BN も線形独立ですよ。で最後にこの A1 からAN で作ったこの線形結合全体と B1 から BN で作った線形結合全体が集合として等しいならば、実はこのベクトルの個数ですね、 A1 から AN と B1 から BM のベクトルの個数は等しいですよというのが一つ目の性質です。であともう一つは、これ L 個数ベクトルで、もしこの N 個ですね、 A1 から AN っていう N 個のベクトルが線形独立で、かつこの A1 から AN の線形結合全体の集合がこの L 項数ベクトルの集合全体と等しくなるならば、実はこの N っていうのは L に等しいんですよと。だからこれは L 項の線形独立なベクトルを持ってきていますよということも言うことができます。一応証明はですね、ちょっと時間の都合で今回は省略しますけれども、次のスライドに一応ざっと載せておりましたので、もしこれを読んで分からなかったら、また水曜日の金久保先生の演習の授業でもいいですし、僕のところでもいいですので、質問をしてください。よろしいでしょうか。はい、ということで今回はですね、連立一致方程式ということで拡大係数行列を出しまして、あと連立一致方程式の解法を説明しました。あと、政治連立一致方程式とその基本解について説明しまして、最後に数ベクトル空間の奇数の規定の個数が一致的であるという性質について説明をしました。次回ですけれども、行列のランクの説明をします。これはセクション 2.4 ですね。で、このランクのことから、連立一致方程式の解の個数とか一致性とかが、このランクという概念で語ることができるようになります。あと、行列式の方に進みまして、行列式の最初の、イントロ的なところを説明したいと思います。はい、というわけで今日の講義はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。